総合運動場駅は、大韓民国ソウル特別市松白山室一堂に、ある、ソウル交通公社、ソウルシメトロ9号線の駅。相対式ホーム2面2線を有する地下駅であり、スクリーンドアが設置されている。改札口は、西側と東側の2カ所あるが、西側は内回り、外回りホーム別々に設置されている。 東側改札側は改札内で9号線との乗り換え通路がつながっている。化粧室は改札外、改札内ともにある。エレベーター完備。出入口は1番から8番までの計8カ所ある。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。相対式ホーム2面2線を有する地下駅であり、スクリーンドアが設置されている。ホーム階は地下4階にある。 改札口は地下1階にあり、改札口は1箇所ある。出口は9番の1箇所のみある。2号線との乗り換え通路はホーム会と改札外の間の地下2階から伸びている。エレベーター完備。なお、ホーム会改札外、ホーム会から乗り換え通路会でエレベーターが分かれており、注意が必要。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。 近年の1日平均利用人員推移は下記の通り、ありがとうございます。